モ付羽織袴姿,姿の徳川義信。羽織の房は花結びにし、武士であるため、脇差しを指している。扇は見られない。モ付羽織袴オ付羽織袴は、男性の第一霊装または清掃とされる和服。モ付の長着に袴を履き、モ付の羽織をつける。江戸時代に、武家社会で、略霊。江戸時代の武家社会における霊装は、 そのものの会により浸たれ、仮犬、大門、巣王であり、いずれにしても、武家以外の庶民には遠藤い服装であった。江戸時代初期には、羽織の下の長着は好みで良いとされていたが、現在では黒門付けを用いることが一般的である。門付けと羽織に左右の乳と袖、背に一つずつ門を付け、格式を重んじる行事の際に使用される。年、 地学者、芝重隆の結婚写真1911年に撮影された森大外の写真。長木は黒羽二重ではなく重ね襟がしてある。羽織紐は黒。現在一般に見かける門付羽織袴姿とは異なるが当時は珍しいことではなかった。1920年に撮影された外交官一家の家族写真。夫妻は モ付ツケハオと黒留袖で清掃している。1930年頃、5代目中村福助の肖像写真。長着に白い重ね襟がしてあるのがよくわかる。重ね襟は現在でも、婚礼の振動用衣装などに残っているが、当時はごく一般的な装いであった。モノクロではあるが、羽織、長着の羽舞台が美しい光沢を放っているのがよくわかる。 1943年、モ付ツケハオに意義を正す16世、宝生九郎。袴は、農学士の用いる姉妹袴、足元は、下駄掛けである。白は、危険の色であって、ゲゲの用いるべきものではないという自らの主張通り、呪盤の半襟は黒を用いている。門付羽織袴とは、その名の通り、門の入った羽織と袴を身につけることで清掃となる、ものであり、 加えて、江戸期の略令層が起源であるという事情もあって、古くは個々の素材、縫製、形態、特定の付属物を身につけるか否中かなどが細かく指定されることはなかった。ここでは、現代における一般的な慣習によって内容を説明しつつ、江戸時代昭和初期にかけての現在とは異なる形態についても可能な限り説明を加えた。付属物については、 細かいしきたりの定まっていないものが多い。また、現在では、細かな指定がある場合でも、明治以降にできた、新しい決まりごとである場合が多い。2013年、文化勲章真珠式に門付け羽織馬歌まで出席した、本女優。ありがとうございます。